選手はいません。選手たちの走る音、そして沿道の声援がスープ公園内に響き渡ります。勝負は最後まで分かりません。年代を超えてふるさとのたすきと心をつなぐ 42.195 キロ、第14回静岡市長対抗駅伝スタートしました。37番をつけているのは町信です。吉田町、2年連続4位の吉田町、今年は1区は島田高校の県高校駅伝優勝メンバーの松浦から、その外側は12番はさあだんだんとばらけてきました。3キロを通過したところ、さあだんだんとこの1区も大詰めになってきて、今7番の坂口真子が抜け出してきた。御殿橋が先頭に立ったという状況です。この御殿橋の坂口真帆が後方に現在4秒ほどの差をつけている。さあ坂口真帆が自ら努力家と評しますが、ここは第1区区間賞を取れるのか。それを追いかけるナンバーカード35番は長泉町、古瀬渚。さあ町信トップの古瀬が今並んで、そして御殿橋の坂口真帆をかわしていった、かわしていった。先頭は長泉町です。3チームの姿が見えてきた。小学生男子に助けを渡そうというところ、今年の1位はどこか、清水町か長泉か神奈川か。長泉町がトップに渡した。さらには清水町、そして御殿橋と助けを渡しました。ここまで3チームが通過しています。トップが長泉町でした。そして去年のチャンピオン26番の浜松西部、さらには静岡清水も行きました。ここまで5チームが通過しています。早くも御殿橋がまたトップに前の方へ来ていますが、第1移動です。2区はこの駿府城公園の中堀を一周するコースです。浜松西部、そして静岡清水、スミスアンジュも上がってきているというこの2区の展開です。それを追いかけるのがナンバーカード26番の浜松西部、杉光太が走ります。次が追いかける、次が追いかける、並ぶか、かわしていった。浜松西部が先頭に立った。杉光太、それを追いかけるナンバーカード7番の御殿橋、富山光大、なんとか食らいついていけるか。ラストスパート、残りはおよそ 300m。杉光太がジャンプアップ、どうやら1位でタスクを渡しそうです。4連覇になるか。浜松西部、今トップでタスクを渡しました。第2中継所、そして7番の御殿橋もタスクを渡しました。浜松西部、そして御殿橋とタスクを渡しています。そしてほぼ同時、先に行ったのは静岡清水、そして藤枝氏もタスクを渡しました。そして11番の藤氏、藤宮氏、そして25番の浜松トップ、そしてナンバーカード10番の藤氏も通過しました。第2中継所、浜松西部が金さん、早くもトップに立ちました、はい、そうですね、もう実力ナンバーワンなんですが、早めの段階でね、もう先頭立ってますね、そして松信は長泉町がトップで通過をしています。さあ選手たちは今駿府城公園に別れを告げて静岡市街地へと出てきました。静岡市街地へと出てきました。11番の藤宮氏、佐野鈴鹿、お父さん真嗣さんは6区にエントリーをしています。さあお父さんにどんな順位で最終的に助けがつながるか。まずはこの3区の娘鈴鹿の走りにも藤宮氏は期待です。昔ながらの商店が並ぶ長谷通りが見えてくると、この3区は終盤戦です。より3人の差が縮まってきました。浜松西部がトップ、4連覇なるのか。浜松西部、今たすきをつないでいきました。1位は浜松西部、さらには富士宮市です。2位富士宮市、御殿橋初代王者富士市と続いています。そして静岡清水が行きました。ここまで4チームが通過しています。トップは浜松西部、さらには秋川市、そして吉田町と続いています。続々と小学生女子がやっています。久保が行きました。清水町、そして浜松市中央、静岡へ、さらには岩田市が行きました。4区一般女子 3.549キロのレース、まもなく1キロになろうというところ。先頭にいるのは浜松西部、4連覇に向かってこの4区は榊原美希を起用してきました。5年ぶり4度目のこの大会、その榊原が今右をちらっと見た。そう、今抜きました。7番の御殿橋、安藤由香が抜きました。安藤由香が先頭に立ちました。さあ上位3人、まあ、浜松西部が第3中継所トップで行った時には、ねはい、この流れかなと思ったんですが、ここは御殿橋がまず前に出ました。そうですね、まあ、ここはもう大エースの安藤さんが、ね、しっかり御殿場を先頭に、ね、踊り出る戦力になりました、はい、それでは再び第1移動です。岡村さんどうぞ。浅畑街道を北へ北へと向かっている一般女子のランナーたち、2キロを通過しました。先頭争い3人ですが、そしてこちらが8位は静岡へ、畑山明子は大発、こちらも実業団ランナー。そして藤枝市の川村夏樹という現在8位7位争い。さらにそこから前、こちらが現在6位を走っている富士宮市の草刈真帆、そしてさらに5位のランナー、ここも少し間が空きました。この辺りは混戦になりつつあります。こちらが24番中央、牧川恵里は現在4位という状況で前の3人も追っています。前は依然として御殿橋、安藤由香が2位3位も少し離しました。10秒ほどの差をつけています。地元の人々に頑張っているところを見せたいと話していた勝又光輝が待っています。安藤由香の快走、御殿橋久しぶりの優勝に向かって今たすきを渡しました。
先頭は御殿場市、かなり差がつきました。そして浜松日体高校3年生石田康之が待っている浜松市西部。さあ4連覇に向かって、さあ石田が追いかけていく展開になりました。浜松市西部、そして藤氏が並んでくる、デッドヒートになりました。2位争い、まず浜松市西部、そして藤氏が襷をつないでいきました。その差は、その差は先頭との差は21秒という差でつないでいきます。岩田氏は中村から鈴木優斗に襷を渡した。そしてナンバーカード25番が見えてきました。25番は浜松市北部吉川から太田に襷を渡した。そしてナンバーカード13番が見えてきました。静岡、静岡 A が通過をしていきました。裾野市が今襷を渡していきました。現在13位です。そして今25番の選手、25番ナンバーカード35番です、長泉町、町のトップで長泉町、さらに吉田町がつないでいった。町のは混戦、長泉町と吉田町がほとんど並んで襷を渡した。沿道から温かい声が飛んでいます。さあこの5区の注目選手です。あ、今26番の石田選手表示されてますが、後ろから今追い上げているところですね。はい、そうですね、今2位ですよね、浜松市西部が。先頭の御殿場市と、そして2位の浜松市西部の差が縮まりつつあります。勝俣粘るが、その粘りを浜松西部石田、石田が今並んだ、石田が今並んだ。トラックより駅伝ロードが得意という話をしていた石田が今抜きました、今抜きました。2年連続石田康之、この5区で浜松西部先頭にいって、今度は箱根駅伝を4回走ると誓ったその石田康之の走りで浜松西部がこの第5区の中間地点よりも前、3キロ前でトップに立っています。総合で14位あたりになります。町の部トップにつけています。長泉町と吉田町、この2人のデッドヒートは続いています。長泉町の木原文也がわずかに前に出ているという状況です。ただその差はほとんどありません。下田優太です。さあ小山町初優勝に向けての流れをここで作ることができるでしょうか。下田優太の走りに注目です。5区は21秒差の差を大逆転して、さらに後続とは大きな40秒ほどの差をつけました。浜松西部の石田康之がすでにラストスパート、タスキを見てに持っています。去年同様2位から1位に押し上げて入ってきます。今入ってきた浜松西部トップで今タスキが渡った。 5000m 兼高校ランキング1位の走りを見事に見せました。千原工業高校の1年生が飛び込んでいく。さあ第5中継所飛び込んできた、渡辺から平尾にタスキが渡った。2位は藤井です。御殿場が入ってきました。勝俣幸喜から桜井富人、注目のランナー、自衛隊の総長が出発、石上信がスタートいきました。町のぶトップ長泉町がいきました。町のぶトップ第5中継所、栗原から鈴木光にたすきが渡って、そしてすかさず吉田町が入ってきた。吉田和也、大橋正義にたすきを渡しました。町のぶ2位です。そして小山町下田優太から立下健二にたすきが渡りました。 2.5 キロ付近で長泉町を捉えました。吉田町がトップに立っています。吉田町がトップに立っています。6区はもう終盤になりました。4キロを過ぎました。ラストスパートになっています。左でタスキを持って浜松西部西村満、かつては鈴木陸上部に所属、完勝ランナーの池田に今西村からタスキが渡りました。この第6中継所、浜松西部4連覇に向かってトップでいました。さあこのまま盤石なのか。縦に並んでいるという状況です。まもなく4キロを迎えようというところ、中継所まであとわずかですが、小山町が上がってまいりました。縦下健二が素晴らしい走りです。しかしまだ大橋も粘る、大橋も粘る、大橋も粘りますが、さあタスクを取りました。両者タスクを取った。さらに長泉町も競っている。3チームが並走だ、3チームが並走だ。そして小山が前に出ました。小山、縦下健二が前に出た。40歳、今小山町がこの中継所トップへタスクを渡していきました。続いていったのは長泉町、そして吉田町という状況になりました。学校では生徒会長も務めている影山隆弘。さあ今日の一番の課題は前の選手を追い抜くこと。昨日天橋芹沢亮太、陸上部の顧問の佐藤先生に出会ってこの陸上にのめり込んだという話をしていた芹沢。こちらこの2人が現在2位3位争い、そしてそこから開くことご覧の差、現在は1位変わらずに、少し疲れたか。しかし先頭の浜松西部池田拓也が来そうなるのか、後半のタイム差が気になるところです。ナンバーカード26番
大きな拍手を受けて今先頭で浜松西武がトップで襷をつなぎました。さあこのまま行ってしまうのかどうなんでしょうか。そして後方からはまだなかなか現れないという状況の中でというところ、今御殿場市が2位で襷渡し、手元の時計では45秒から6秒、そのほど差は広がっていません、縮まってもいませんでした。そして今3位、今第1回大会のチャンピオンの富士市が襷渡しをしました。中学駅伝では1区区間賞を取りました。 3.4 キロを10分10秒で走りました。初めてのこの市長駅伝ですが、さあ三島市を今抜きました。総合でも11番富士宮市、そしてその後方町のトップ小山町が行った。そしてその後方から岩田市、村本が1時10秒ほど差を縮めているというラップタイムの時間もありました。さあ現在は少しどのぐらいの差か、今このカメラでギリギリ後方にこの御殿場市の7番村本沙織の姿映し出されています。連覇に向け、4連覇に向け、竹平夢は憧れ山本の襷リレー、今その夢が叶いました。今浜松西西部独走態勢で今年も第1位でこの第8中継所通過していきました。一歩一歩、今第2位で紅林真由子に襷が渡りました。トップ浜松、もなく第3位で富士市川辺由衣から上杉愛、富士高校1年生に襷が渡りました。そして町のトップでやってきたのは小山町です。小山町室伏から今岡田遥に襷が渡りました。町のトップで受けた襷をそのままこの第8中継所もトップで襷が渡りました。町のトップが入れ替わります。町のトップが入れ替わります。長泉町が 2.7 キロ付近今トップに立ちました。小山町を抜いて長泉町が今トップに立とうというところです。三浦由美香が小山町岡田遥を捉えました。現在並走という状況ですが、今前に出た長泉町がトップに立ちました。ナンバーカード36番小山町、ナンバーカード36番小山町、再びトップに立ちました。室伏穂高、この心臓破りの坂でトップに立ちました。ナンバーカード36番小山町がトップ、そして第2位が長泉町ということになりました。目が離せない町信の優勝争いです。山本慎也、浜松日体高校2年生、はい、初出場です。今回も親子で参加されて、今城正幸に襷を渡す。さあ小山町、初めての優勝に向かって今襷を渡しました。総合6位、そして町信トップで今通過、そしてすぐ来た長泉町、長泉町来ました。室岡拓磨から山川博之、今襷を渡しました。12秒差で通過をしていきました。どうでしょうけど、優勝たち、ひょっとすると大会記録が出るぐらいの、ね、ペースじゃないかなと思うんですけどね、はい、これまでのタイムは2時間13分15秒です。武田剛はもうフィニッシュ地点まで1キロを今切りました。1キロを切りました。今年はサングラス姿の武田剛です。去年2秒3連覇を達成した浜松市西武、その伝説はまだ先がありました。本物の強さとは強さが続くこと。浜松市西武4連覇達成、今年も頂点に立ちました。強さはどこまで続くのか、監督も笑顔で迎えました。今御殿場市が準優勝、フィニッシュテープを切った。今3位のフィニッシュテープを切った。そして中川学ぶ浜松市中央が続いて、浜松市北部もフィニッシュしました。山本康史も頑張りました、手を挙げた。さあ小山町、過去最高成績です。悲願の初優勝、長泉の連覇をここで止めた。笑顔でフィニッシュテープを切りました。市長駅伝に新たな歴史を刻んだ、今長泉が準優勝です。準優勝もお見事、6連覇逃しましたけれども、今年も表彰台に立ちます。長泉町、西伊豆町、見事に襷をつなぎ切った39チーム、
全てが駿河路を駆け抜けました。思いと襷をそれぞれのチームがしっかりとつなぎ切った。今年もたくさんの勇気と元気をくれました。西伊豆町ありがとう。